アフロディーテ大陸の地形図、アフロディーテ大陸は、金星の赤道の近くに位置する大陸である。アフロディーテ大陸は、金星の最大の大陸であり、直径1万キロメートル、高さ3000メートルと面積は、地球のアフリカ大陸とほぼ同じである。表面は、非常に凸凹しており、終局、断層と溶岩流の数が多く、一部の溶岩流も、 特殊な蝶ネクタイ状特徴を形成され、これは大きな圧縮応力を受けていることを示唆している。この大陸も山脈があるが、大きさはイシュタル大陸の山脈のほぼ半分に止まる。オブダ地域は大陸の西方、テティス地域は東方に位置する。オブダ地域は異なる方向の終局がある。圧縮応力は多方向的と考えられる。表面のテアルベド地形は凝固した。 溶岩流の可能性がある。一部の溶岩流が表面流出、周囲の地形を追ったと推測される。大陸の名前はギリシア神話の愛と美と性の女神アプロディーテイに由来する。2018年に打ち上げられた NASA の太陽探査機パーカーソーラープローブが2020年7月11日軌道修正のために行った3度目の金星スイングバイにおいて 金星の地表からおよそ 12,380km の距離にまで近づいたところで格子やカメラ、ウィスプを使って金星を撮影した。可視光線による観測では、金星の地表は硫酸の雲に覆われて見えないはずと思われていたが、その後、この写真がアフロディーテ大陸を捉えていたことが判明した。可視光線だけではなく、赤外線に近い波長も捉えられるという、 ウィスプの予想外の性能により、高原地帯のため周囲よりも気温が低いアフロディーテ、大陸からの熱放射が暗く見えたものだという。ありがとうございます。